ルノー RS-01 は、ルノースポールが1977年の F1、世界選手権に投入した、フォーミューラ1カー。デザイナーは、アンドレ・デコレタンツとフランソワ・キャスタン。会一マシン発のターボエンジン搭載車として、開発された。1978年のルマン24時間レースで、優勝したアルピーヌルノー A442。2リッター V6 ターボエンジン搭載。 1973年、ルノー参加のゴルディーニのフランソワ・キャスタンが2リッター V6 エンジン CH1 を開発した。このエンジンは、カイ2とスポーツプロトタイプに搭載され、1975年には、ベルナールデド式の下、エンジンに、ギャレット製、シングルターボを装着した、アルピーヌルノー A442 が登場した。ルノーは、ルマン24時間レース制覇を、 最大の目標に掲げながら、フルコンストラクター体制での F1 参戦も計画した。石油会社エルフの資金援助を受け、排気量を1.5リッターに縮小したルノーゴルディに EF1 ターボエンジンを開発。シャーシ設計はアンドレ・デコレタンツが担当した。1976年4月には、モータースポーツ活動を統括するルノースポールが誕生し、 ジェラール・ラルースがマネージャーに就任した。1976年5月から試作車、A500 のテストを行い、スポーツカーや F2 で縁が深いジャンピエール・ジャブイーをテストドライバーに起用した。ターボエンジンはインディカーやスポーツカーレースではすでに定着していたが、会1では下級式エンジンの排気量は自然吸気エンジンの1、2とするというハンデがあったこともあり。 ルノー以前に挑戦するチームはいなかった。フランスの大企業の独創的なプロジェクトは大いに関心を集めた。1977年が10戦イギリス GP から実戦系の RS01 を投入。タイヤはミシュランが開発した、回一発のラジアルタイヤを装着し、燃料はエルフを使用するなど、オールフレンチ体制での参戦となった。当面は、 ジャブ EU の一大体制で実戦における開発に重点が置かれた。デビュー戦は予選21位、決勝はターボのトラブルでリタイアした。2戦を欠場し、第13戦オランダ GP から再登場したが、3戦連続リタイアを喫し、カナダ GP では予選落ちとなった。ターボ落と熱処理の問題を抱え、たびたびエンジンから白煙を上げてリタイアすることから、 イエローティーポットとあだ名された。ルマン24時間レースを優先するため、開幕2戦を欠場し、第3戦南アフリカグランプリから参戦した。6月のルマンで目標の総合優勝を果たし、ルノースポールはスポーツカープログラムを終了して、会一に集中することとなる。依然として信頼性は低かったが、インタークーラーを水冷式に改めたことで、パワーロスを解消し、 直線スピードを発揮するようになった。第15戦がアメリカ東 GP にて4位入賞し、待望の初入賞を記録した。この年からジャブ e u とルネアルヌーによる2カ体制で参戦した。ロングビーチ市街地コースで行われた第4戦、アメリカ西 GP ではジャブ e u がリアサスペンションの故障で時速 270km の高速クラッシュを起死し。 アルヌーのマシンにも同じトラブルが出たことから出走を見合わせた。第5戦スペイングランプリ以降は、K、KK 形成、ツインターボを装着する新車 RS10 にスイッチした。ルネ・アルヌーがドライブする RS01 ダグナイ、歴史に残るレーシングカー、交際制約、グランプリ出版、1991年、272ページ。 ISBN 48億7687万1124。歴史に残るレーシングカー、275ページ。ウーター・メリソン、1977から1979ルノー RS01。ULTIMATECARPAGE.com。2011年11月21日閲覧。ありがとうございます。